はい、ワールドカップのお話をしたいと思うんですが、これからですね、フランス対モロッコの準決勝がね、始まるんですけれども、その前にですね、アルゼンチンが勝ちまして、もう感動的なインタビューの映像などがね、それからメッシの PK ですよね、あと、まあ、 えー、右からのね、えー、抜けていってのアシストみたいなのもね、えー、まあ、ツイッターとかでね、すごい流れてきてるんですが、アルゼンチンもすごいことになってるみたいなんですよね。で、まあえー、もうあとは、えー、今日の、えー、フランス対モロッコの準決勝が終わるとですね、 えー、土曜日ですかね。えー、土曜日の、えー、24時からかな。えー、土曜日の24時。要するにもう日曜ですね。日曜の0時から、えー、クロアチア対、クロアチア対、えー、モロッコとフランスの負けた方が、えー サ決定戦で、それから、十、え、二、ー、12月18日、日曜日の24時、えー、明けて12月19日の0時から、えー、アルゼンチンですね、えー。決勝、アルゼンチンと、えー、フランスとモロッコの勝った方ということなんですが、まあ、 えー、アルゼンチンが勝つでしょう。えー、今年の2022年のワールドカップの優勝はアルゼンチンで、えー、メッシがトロフィーを掲げて、で、えー、バンバンザイという風にね、なって終わるじゃないのかなと。えー、まあこれは4件でも何でもなくても、確率はね、50%2 分の1なんで、まあ言ったもん勝ちだと思いますが、 まあこのシナリオ的には、ワールドカップというね、このイベントのシナリオ的にはメッシの優勝で、引退ですかね。引退で、メッシがトロフィーをアルゼンチンに持ち帰るでアルゼンチンが国を挙げて大熱狂というところまでがね、セット。そして、4年後のワールドカップにまたつなげる。 えー、大事なね、えー、一番になると思うんですね。で、まあ、えーまあ、そうじゃないんじゃないかっていうね、えー、人もねい、いらっしゃると思うんですが、えー、まあ、サッカーっていうね、えー、スポーツは、えー、みんなが思ってる方向になるっていうね、えー、強いものが、えー 強いもののままで勝つと。えー、まあ、それは何でかっていうと、えー、審判が無難な方に、えー、ジャッジをするからっていうことですよね。アルゼンチンに有利なジャッジをする分には、審判は、えー、敵をほぼ作らない。えー、ですが、逆ですよね。アルゼンチンに不利な判定をしたりとかすると、これがアルゼンチンどころか、 すべてのサッカーファンを、えー、敵にしてしまうっていう形になりますよね。なので、まあ、えー、前回ですね。まあ、前々回からですね。前々回は、えー、スペインの審判だったんですが、えー、アルゼンチンの創始国ですよね。 まあこの言い方はすごい好きじゃないんですがちょっと他に言う言葉がわからないので宗主国と言いますがまあ植民地時,時代のね負い目がねあ,あるし何よりまあ相手がオランダですかねオーストラリアかなまあヨーロッパなんでまあ近い方がね逆にいがみ合う。 同じ言語体っていうのは大きいし、まあえー、植民地時代の引け目も負、えー、い目もね、えー、ありますから、まあ、どうしてもアルゼンチンの方に、えー、有利になってしまうと。そして、えーまあ、イエローカードがすごいね乱発されたわけなんですが えーまあ、それもやっぱり審判が、えー、きちっとジャッジしていかなかったっていうのがね、大きいと思うんですよね。そして、えー、その一つ前のクロアチア戦ですよね。でこっちはもう逆に、えー、そんなにファールを取らないっていう戦法になってて <laughs>。これも結構寛大でしたよね、ジャッジがね。で だからといって、えー、クロアチアの方に不利なジャッジをするってわけではないんですが、まあ積極的にファウルを取っていかないっていう戦法にね、えー、変わったような気がしますね。これもアルゼンチンに有利に働いていると思われますね。そしてまあ、えー、最後決勝ですが、 えーまあえー、今までのその観客のね、えー、多さとかを見ると、アルゼンチンがほとんどね、えー、観客を占めてるような感じなんですよね。なので、えーまあ、スタジアムはもうアルゼンチン一色になると思うんですよね。そうするとどうしても審判は、 えーまあ、現場もアルゼンチンそして世界もアルゼンチンそしてワールドカップとあとサッカーのその関係者もアルゼンチンなわけですからまあどうしてもジャッジをねアルゼンチン側にな,るならざるを得ないと思いますねでまあ、えー、審判の裁量をギリギリ使ってアルゼンチンに 有利な方、あるいはまあ自分の立場が、えー、<laughs> 立場が良くなる方に振るわけですから、まあ、しょうがないね、えー、ファールは取ると思いますが、えー、アルゼンチンの選手をね、レッドカード、あるいはイエロー2枚で退場させたりとかは、するようなジャッジはしないんじゃないのかなとね、思うんですよね。 なので、えー、まあ、決勝は多分アルゼンチンがリードして、えー、延長戦なしで、えー、勝つんじゃないのかなとね、えー、思いますね。もしそうじゃなかった場合は、えー、まあ、大変なことが起きるんじゃないかなと、思いますね。今日もモロッコとフランスで、えー、やっぱり植民地対宗主国みたいな感じで、まあ、 フランス国内にモロッコ人がいっぱいいると、モロッコ出身の方がいっぱいいるということで、まあ、限界体制ですよね。日本の、その渋谷のね、えー、スクランブル交差点の日ではない、えー、限界体制が引かれてるらしいんですが、えー、まあ、この場合だと、モロッコ対フランスで言うと、 やはりモロッコ B 期に、ねえー、なるんじゃないのかなってね、思いますね。まあ、なので、えー、これは、その前々回のアルゼンチンの、えー、スペインの審判と同じようにね。まあ、これはだから、えー、例えばですけど、えー、ロシア対、えー、台湾の試合の審判を日本がやるみたいなね、 感じになっちゃうと思うんですよね。あるいはまあ、えー、北朝鮮対台湾とかね、北朝鮮対韓国の審判を日本がやるみたいなね、感じになっちゃって、まあ、それはね、アルゼンチンの方に有利になると思うんですよね。 まあ、えー、そういうこともあって多分審判はなるべく、えー、両者関係ない審判が選ばれるのか、あるいはもう決まっているのかのどちらかでしょうね。で、まあ、審判が、えー、アルゼンチンに有利なジャッジをしていくのは多めに見えていて、まあだから、ジャッジの裁量もだいぶ減りましたが、まあ、ファールを取る、取らない、イエローを出す、出さない、 ですよね。そして、まあ、えー、なんか、前回ピ、ピペナルティリアの中の VR もなんか発動しなかった。ファールの VR もなんか発動しなかったみたいなんですが、まあ、VR を発動させる条件っていうのも審判になんか、えー、え、作があるのかもしれませんが、それを発動させないっていうね、えー、こともできるのであれば、まあ、それを最大限使っていくということですよね。 まあだからやっぱり鍵を握るのは、えー、日本の三島、えー、選手ですかね、えー、が、えー、ゴールにつなげたあのアシストですよね、えー、ああいうことが、えー、起きてしまうと、えー、アルゼンチンが負ける可能性があるということですよね、まあ、だから VAR に持ち込まれる、えー、判定ですよねそれが、えー、ゴールにつながる判定 がね、えー、もし v r が絡んだとすると、えー、v r は、えー、空気をね、えー、読まないですし、まあ、どちらかというと弱者、えー、劣勢のね、見、えー、方になり得るわけですよね。劣勢の見方じゃなければ、劣勢の方じゃなければ、そもそも v r をね、えー、使う必要はないんで、 VAR を、えー、に持ち込まれた場合っていうのは大体劣勢が、がそもそも動機があるっていうことだと思うんでね。えー、VAR が、えー、発動するとなると、えー、アルゼンチンがもしかしたら負けるかもしれないっていうね、ことになるんで、まあアルゼンチン的にはと,くとにかくまあ VAR にね、 持ち込ませないというね。えー、そういう、まあ、えぇ、ー、明暗側、えー、白黒はっきりした動き方をしていれば、えー、まず負けないんじゃないのかなと思いますね。そしてまあ、PK も、えー、強いですからね、<laughs> アルゼンチンはね。なんで、えー、まあ、でも PK に持ち込むまでもないのかなと。 思います。もうみんなね、疲れてますしね。えということなんで、えー、まあ、えー、筋書き通りですね。えー、アルゼンチンが勝って、えー、メッシがトロフィーを掲げて、そして、えー、アルゼンチンにトロフィーを持ち帰り凱旋して引退するっていうね。まあ、そし、そこまでがね、 えー、ワールドカップ2022なんじゃないのかなと。そしてそれが、えー、ワールドカップ2026にね、つ、え、な、ー、がっていくんじゃないのかなとね。まあそういうスポーツなんじゃないのかなと、サッカーはと思いますね。はい、えー、つけたしーです、えー。まあ、アベマのね、えー、インタビューで、えー、あれですね、えー、不適切表現がね、<laughs> えー、2回もね、えー、流れまして、スタジオが、えー、ピリついたっていうね、えー、ことがありました、えー。まずメッシの前にインタビューされた選手が、えー、ロコって言ったんですね、えー。クレイジーってことですよね。で、それを、 で、スタジオに帰ってきたら、スタジオがね、ちょっと凍りついてて、えー、そしてまた今度ね、メッシにインタビューしたら、今度はインタビューワーの方がロ個って言っちゃったんですよね。で、まああの、同時通訳の人が、えー、まあ基地の外にいる人みたいな発言をして、えー、まあ基本地上派ではね、まず聞かない言葉ですね。で、一応不適切表現、放送禁止用語、 っていうね、一般的に言われてる。えー、まあ放送自粛用語の方がね、まあ正しいのかなと思うんですが、まあえー、アベマは、えー、インターネット放送ですので、えー、関係ないと思うんですよね。だけど、えー、その、アナウンサーを含め、アナウンサー木島さんですかね。えー、それから、えー、 お笑いの人ですよね。えー、それからまあ大体地上波に出てる人がほとんどなので、えー、そういう言葉には敏感なんですよね。で、まあ、えー、ちょっとスタジオが、えー、凍りついてしまったっていう、ね、ことがありまして、だけどこれはアベマでありネット放送なんで別に大丈夫なんですよね。そしてまあ、えー、 人頃ほど、えー、そういう放送用語とかにもね、えー、厳密にはね、今なってないし、えー、まあそもそも、えー、ネットということなので、安倍和の方は、えー、録画の映像にもね、えー、P とか入れてないんで、そのまま多分まだね、えー、聞けると思います。というわけなんで、また多分ね、えー えー、まあ、アルゼンチンが優勝した暁には、えー、ロコがね、えー、連発されると思うんですが、さすがにこれを、えー、同時通訳の人にはね、それ使わないでくださいってね、えー、言ってると思うんで、そのロコをね、えー、同時通訳の人がなんて訳すかっていうのもね、ちょっとね、えー、楽しみではあります。